もっと、こっち狭いんだけど、詰めてくれない？あんたの胸が無駄にでかいから窮屈なのよ。この部屋、暑いんだけど。おい、今私のお尻を触ったのは誰だ？はいはい、お静かに。まずはどんなものを作るか決めないと。やっぱり思い出の味って線で攻めるのが有効だと思うわ。ヒルダ、昔のことはほとんど話してくれないけど、お母さんの話は前に聞いたことがあるよ。どこの出身なの？エンデラントって言ってたぜ。モモカ、エンデラントの伝統的な家庭料理を調べなさい。はい、アンジュリーゼ様、少々お待ちを。マナの光ってそんなこともできるんだ。便利だね。古今東西のお料理のレシピを調べられますよ。エンデラントの家庭料理でしたよね。あんまり難しい料理は無理よ。それに食材の手に入りやすさも考慮しないと。お野菜や果物なら旬ってものもあるし。ちょっと、私の胸を触ってるの誰だ？ちょっとは黙ってられないの？誰も好きで触ったりしないわよ。そうですね、一般家庭ですとこの辺りかと。リストアップします。今メモするから待ってね。ねえ、これ何？食べ物の名前？エンデラント特産の野菜の名前よ。わからなくていいから、そのまま書き写しなさい。デザートはどうするの？ヒルダ、甘いものには特にうるさいよ。エンデラントといえばアップルパイが有名です。こちらもリストに入れておきましょう。他にどんなデザートがあるんだ？私にも見せてくれよ。うわ、ロザリー押さないで、メモが破けちゃう。ジャスミン、新しい食材リストを作ってきた。どれ見せてごらん。なんだい、前より増えてるじゃないか。なかなか決めきれなくて。私としてもできるだけサービスしてやりたいけどね。さすがに程度ってもんがある。リンゴはちょっと入荷が難しいね。これもダメ、こっちも値が張るから無理だ。そこをなんとかお願い。あんまりメニューを削りたくないんだ。削るというよりもこの予算じゃゼロがまるっきり一つ足りないよ。これじゃあできて一品か二品だね。どうしよう。警戒区域にシンギュラー反応を確認。アルゼナルはこれより第三種遭遇態勢に入ります。第一中隊のメールライダーは速やかに司令室へ集合せよ。繰り返す。第一中隊のメールライダーは。ドラゴンだ。好都合じゃないか。どういうこと？足りない費用を稼いできなってそう言ってるのさ。そうか、そうだよね。じゃあ行ってくる。無事で帰ってくるんだよ。警戒区域にシンギュラー反応を検知した。これより第一中隊は総力を持ってこれの殲滅に当たる。イエスマン。とはいえかなり早い時点でシンギュラーを検知できた。我々は余裕を持って対処できる。敵勢力中央に巨大なシンギュラー反応が認められます。おそらく大型クラスが来るものかと。聞いた通りだ。いわゆる通常任務というやつだ。とはいえ気を抜かずにかかれ。
こういう状況だからって獲物を譲る気はないわ。もちろん、いつも通り行こう。新入り、いたのかよ。お疲れ様、ヒルダ。今日稼いだ報奨金、もう使っちまったんだってな。なんでそこまでするのか、理解できないね。あの板姫様のためか、それとも、私のためか。どっちにしろ、うまい金の使い道じゃない。ドブに捨てるようなもんさ。私はそうは思わないな。どんな料理ができるのかなって考えたら、すっごく楽しいもの。食事ってのはそういうもんだ。少なくとも私がエンデラントで暮らしている時はそうだった。うまい飯をみんなで囲んで、その日あったことを笑いながら話し合う。それだけでいい。もう一度あの料理を食べたいなって。そんな理由でも今日を生き延びられるなら、それも悪くない。ただ私はあのノーマ飯を思い出しても、そんな気分にはなれないってだけの話。きっとヒルダに美味しいって言わせてみせるよ。好きにすればいいさ。ヒルダの食べ物に対する考え方が少し分かった気がするな。よし、絶対に美味しいって言わせてみせるんだから。
これマジでお前が作ったのか？全部？私だけじゃないよ、みんなが手伝ってくれたの。みんなって私のために？それよりヒルダ、早く食ってみろよ。みんなヒルダの感想を聞きたくて待ってるんだから。冷める前にどうぞ、ヒルダちゃん。あ、うん、いただきます。あ、これはこれは、じゃわからないわ。おいしいかまずいかで答えなさい。なあ、これみんなが手伝ったって言ったけど、イタ姫も手伝ったのか？私は何もしてないわ。アンジュも献立を考えたり、厨房の仮賃を交渉してくれたり、いろいろ手伝ってくれたよね。ちょっと、何もしてないことにしてって言ったでしょ。どういうこと？アンジュちゃんがね、自分が関わっていない方がヒルダちゃんが素直に美味しいって言えるだろうって。ちっ、そんな面倒なことしなくたって、答えは最初から決まってるんだ。どう？美味しかった？カット。よく聞こえなかったよ。まずかったらまずいって言ってね。うまいに決まってるだろ、こんなもん。よかった。よかったわね、ナオミちゃん。食堂のメニューに入れるなら、やっぱりメインのビーフシチューかしら。私はオムライスがいいな。迷うね、迷うな、一つに決められないよ。ヒルダ、もういいの？ああ、もういっぱいだ。あとは好きにしてくれ。あ、待って、ヒルダ！ヒルダ、待ってってば。どうしたの？急に席を立ったりして。いいか、新入り、約束通り、二度と飯に関して文句は言わない。イタ姫がてめえの金で何を食おうとも自由さ。悲願でたのは私の方だ、認めるよ。ヒルダ。シチューもサラダも全部うまかった。あんなにうまいもんを食ったのはアルゼナルへ来てから初めてだ。あれが食堂のメニューに加わるなら何の文句もない。お望みなら毎日ニコニコ微笑みながら食ってやる。大したもんだよ。私は文句を言うだけで、これまで何もしようとしなかったからな。全部認める。これで満足だろ？けどな、はっきり言わせてもらう。二度とこんなことはするな。絶対にだ。え、それってどういう意味？言葉の通りだ。こんなことされちゃ迷惑なんだ。迷惑なんだよ。